こんにちは、ハイズラボです。今回はこの東芝のノートパソコン、サテライト B453M です。発売から6年ほど経つのですが、ハードディスクの動作がとても遅くなり、ストレスがたまる一方でした。そしてついにハードディスクが完全に壊れてしまいました。そこで今回はハードディスクを SSD に交換し、 Windows 10をクリーンインストールしようと思います。それでは作業の方を進めます。まずはパソコン底面のバッテリーを取り外します。プラスドライバーでカバーのネジを2箇所緩めます。爪を折らないようにカバーを取り外します。右側にずらすとコネクタから外れるので、ハードディスクマウンターを本体から取り出します。ハードディスクは専用のマウンタがついています。プラスドライバーでマウンタのネジ4箇所を外した後に、ハードディスクとマウンタを取り外します。今回購入した SSD はこちら、シリコンパワーの SSD A56 120GB。 SSD をマウンタにセットします。 SSD の取り付け方向があるので、上下左右間違えないようにしてください。セットができたらプラスドライバーでネジを4箇所締めます。マウンタは 9mm、SSD は 7.5mm のため、隙間ができてしまいますが、スペーサーがなくても問題なく取り付けできます。SSD をパソコン本体にセットします。コネクタにしっかり挿しましょう。カバーをし、プラスドライバーでネジを2箇所締めます。バッテリーを戻したら、終わりです。次は Windows 10のクリーンインストールを行います。 Windows 10を無料インストールするには、インストールメディアの作成が必要です。以前の動画で作成を紹介しています。コメント欄にリンクを載せておきますので、そちらをご覧ください。電源を入れる前に作成したインストールメディアの USB を挿します。電源を入れ、ダイナブックのロゴマークが表示されたら、 F2 キーを連打し、 BIOS を起動します。 BIOS を起動したら、 Advanced Change Boot Order を選択します。 USB メモリーを選択し、 Move Up をクリックします。これで次回から USB を優先して起動するようになります。
設定完了後、F10 キーを押し再起動します。Windows 10のセットアップ画面が表示されます。言語等を確認し、次へ進みます。今すぐインストールをクリックします。BIOS にライセンス情報が記録されているため、Windows のライセンス認証を聞かれることはなく、セットアップが進みました。ライセンス条項が表示されるので、同意しますにチェックを入れ、次へ進みます。インストールの選択画面が表示されるので、カスタムの方を選択します。インストール場所の選択画面が表示されるので、対象のパーティションを選択し、次へ進みます。この時、必要に応じてドライブのフォーマットや新規パーティション作成などをしたりしてください。Windows 10のインストールが開始されます。インストール完了後、初期セットアップ画面が表示されます。住まいの地域を選択し、はいをクリックします。キーボードレイアウトは、はいをクリック。キーボードレイアウト追加はスキップをクリックします。ネットワーク接続の画面になります。この時、ネットワークに接続すると、マイクロソフトアカウントのログイン、または新規作成が必須となってしまうので、画面左下にあるインターネットに接続していませんをクリックします。ローカルアカウント設定に進みますので、PC 名を入力し、次へをクリックします。パスワードは必要に応じて入力してください。不要な場合は空白のまま次へをクリックします。以降は表示内容を確認し、次へ進んでいきます。設定完了後、準備中となるのでしばらく待ちます。Windows 10が無事起動。では早速 SSD の速度を計測してみましょう。SATA 3なので良いスピードを出しています。この速度で起動してくれればストレスフリー間違いなしです。今回はライセンスキーを入力することなく、BIOS に記録されたプロダクトキーで Windows 10 Pro のライセンス認証が通りました。今回のようにハードディスクが壊れて SSD に交換しても、無料で Windows 10 のクリーンインストールが可能です。最後に Windows のアップデートは忘れずに。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。